アリル炭化水素需要体核移構因子様タンパク質1は人のアントル遺伝子にコードされたタンパク質である。アーントルワブメル1、モップ3とも呼ばれる。アーントル遺伝子にはベーシックマイナスヘリックスマイナスループマイナスヘリックスと2つのパスドメインが含まれる。人のアントル遺伝子は24個のエクソンを持つと考えられており、 第11染色体の P15 バンドに位置する。ブーメル1タンパク質は626個のアミノ酸からなり、哺乳類における時間転写翻訳ネガティブフィードバックループにおける性の因子の一つとして重要な役割を持ち、遺伝分子的な外実リズムにも関わる。また、ブーメル1は高血圧症、糖尿病、肥満の関与遺伝子であることが予測されており、ブーメル一変異は、 不妊や糖申性、脂質申性以上を引き起こし、睡眠パターンを変化させる。全ゲノム分析によって、ブーメル1は、人ゲノムにおいて、推定150以上領域を標的としており、すべての時計遺伝子や、代謝制御タンパクをードする遺伝子も含まれる。アーントル遺伝子は1997年、ジョン B ・ホージェニッシュのグループによって3月に、池田、野村のグループによって4月に、 パスドメイン転写因子のスーパーファミリーの遺伝子として発見された。アーントルタンパク質はモップ3としても知られ、モップ4やクロック、低酸素誘導因子と二状態を形成することが分かっている。ブメル1、アーントルという名前は近年の論文で採用されている。アーントルタンパク質で最も初めに発見された外実制御における機能はクロックブメル1も ブーメル1転写活性に同じように採用する。複数のブメル1の翻訳語就職は、クロック、ブーメル1のフィードバックループを支持する。ブーメル1はリン酸化によって、指基地化、分解の標的となる。ブーメル1のアセチル化は、暗い位置をリクルートし、クロック、ブーメル1のトランス活性化を抑制する。小型のスモ3による、ブーメル1のスモ化は、 各でのブメル1の指基地化の合図となる。これによって、クロック、ブメル1ヘテロに両体のトランス活性化が誘発される。クロック、ブメル1のトランス活性は、カゼインキナーゼ1イプシロンによるリン酸化によって更新され、マプックによるリン酸化によって抑制される。c k ファによるリン酸化は、ブメル1の細胞内極剤を制御し、g s k 三バイトによる リン酸化は、ブメル1の安定性をコントロールし、リン酸化を誘発する。アーアントル遺伝子はラットにおいて、第1染色体の高血圧推定遺伝子座に存在する。この材の一塩基多形研究によって、アーアントルをコードする配列において2つの多形が発見された。この部分は、通型糖尿病と高血圧に関連している。ラットモデルを1モデルに適用したとき、 この研究からアーントル遺伝子だけの通型糖尿病病理の原因に関わる働きが示唆された。最近の表現型データからアーントルやパートナーのクロックはグルコース向上性や代謝に関わっていると示唆されており、これら遺伝子の破壊によって抗インスリン症や糖尿病が引き起こされる。他の機能に関してある研究ではクロック、 ブメル1複合体が人の LDLR プロモータの活性を更新することが示されており、このことからアーントル遺伝子はコレステロール向上性にも関わると示唆されている。加えてアーントル遺伝子は他の時計遺伝子の発現と連動しながら発現するが、双極性障害では低下することがわかっている。アーントル、ウパスに、バーにも、また、人の季節性上動障害に関わっている。 最後に、アーントルは、機能性遺伝子診断によって、P53 遺伝子経路の有力な制御子であることが、同定された。これは、癌細胞での外実リズムに、アーントルが関わっていることを示唆する。アーントル遺伝子は、哺乳類と系遺伝子制御ネットワークの重要な構成要素である。ネットワーク感受性における重要な点は、 モデルマウスで一つの遺伝子をノックアウトさせただけで分子及び行動のリズム性が失われるということである。時計への異常に加えてアーントルヌルのマウスは生殖異常の他に低身長、早老、進行性関節症を示し、その結果野生型よりも運動量が低下する。しかし最近の研究からアーントルとパラログノブメル2の間で 外実機能における機能重複が存在するということが示唆されている。アーントルは以下の遺伝子と相互作用する。ありがとうございます。